次はどんな街かな。昨日の夜から俺たちの信じる錬金術って何だろうってずっと考えてた。錬金術とは物質のうちに存在する法則と流れを知り分解し再構築すること。この世界も法則に従って流れ循環している。人が死ぬのもその流れのうち。流れを受け入れろ。先生にくどいくらい言われたって分かってるつもりだった。でも分かってなかったから、あの時母さん、そして今もニーナたちのことをどうにかできないかと考えている。俺はバカだ。あの時から少しも成長しちゃいない。兄さん、雨と一緒に心の中のモヤモヤしたものも流れるかなと思ったけど、顔に当たる一粒ですら今は鬱陶しいや。でも肉体がない僕には雨が肌を打つ感覚もない。それはやっぱり寂しいし辛い。兄さん、僕はやっぱり元の体に、人間に戻りたい。たとえそれが世の流れに逆らうどうにもならないことだとしても。あ、いたいた、エドワードさん。エドワード・オエルリックさん、無事でよかった。探しましたよ。至急本部に戻るようにとのことです。実は連続殺人犯がこの近くに。なんでこんなことに。変だな。止まれ。エドワード・エルリック鋼の錬金術師、破壊させてもらう。額に傷の。邪魔だ。Thank you.
チャージだ。ふっ、遅い。ほら、神が逃げろって悲鳴を上げてんのに足が動かねえ。ダメだ、死ぬ。アル、逃げろ。なんだってんだ、人に恨みを買うようなことはいっぱいしてるけど命狙われる筋合いはねえぞ。兄さん、こっち。追ってこれないだろ。やっと巻いたか、兄さん。嘘だろ。あんた何者だ、なんで俺たちを狙う。貴様ら作る者がいれば壊す者もいるということだ。やるしかねえ。てか、いい度胸だ。だが、遅い。
何をしてくるかわからないよ。気をつけて。コツがあるの。人体破壊では壊せぬはずだ。あっちはあっちで肝心の中身がない。
変わった奴ら。私に任せて。させない。行くわよ。僕に任せて。両の手を合わせることで輪を作り、循環させた力を持って錬成するわけか。行くわよ。遅いと言ったはずだ。何やってんのよ。
滅って決めたんだ。まずはこの鬱陶しい右腕を破壊させてもらう。兄さん。神に祈る魔をやろう。あいにくだけど祈りたい神様がいないんでね。あんたが狙ってるのは俺だけか、弟アルも殺す気か。邪魔するものがあれば排除するが、今用があるのは鋼の錬金術師貴様だけだ。そうか、じゃあ約束しろ、弟には手を出さないと。兄さん。約束は守る。何言ってんだよ、逃げろよ。立って逃げるんだよ。やめろ、やめてくれ、やめろ。そこまでだ。危ないところだったな、鋼の大佐。こいつは、その男は一連の国家錬金術師殺しの容疑者だったが、この状況から見て確実になった。タッカー邸の一件も貴様の犯行だな。元来あるべき姿を異形のものへと変遷するのだ。それすなわち万物の創造主たる神への冒涜。我は神の代行者として裁きを下す者なり。それがわからない。世の中に錬金術師は数多くいるが、国家資格を持つ者ばかり狙うというのはどういうことだ。どうあっても邪魔をするというのならば、貴様も排除するのみだ。面白い。マスタング大佐。お前たちは手を出すな。マスタング、国家錬金術師。いかにも炎の錬金術師、
ロイ・マスタングだ。神の道に背き死ぬのが裁きを受ける自ら出向いてくるとは、今日は何と良き日よ。私を炎の錬金術師と知ってなお戦いを挑むか、愚か者め。いきなり何をするんだ君は。雨の日は無能なんですから下がっててください。大佐。あ、そうか、こう湿ってちゃ火花出せないよな。わざわざ出向いてきた上に炎が出せぬとは好都合この上ない。国家錬金術師、そして我が使命を邪魔する者、この場の全員滅ぼす。僕に任せて。何やってんのよ。Thank you.
国家錬金術師、そして我が使命を邪魔する者、この場の全員滅ぼす。国家に仇なす不届き者よ、この場の全員を滅ぼすと言ったな。やってみるがよい。この我が輩を倒してみせよ、この剛腕の錬金術師アレックス・ルイ・アームストロングをな。急には全く次から次へと、こちらから出向く手間が省けるというものだ。これも神の加護か。やはり引かぬか。ならばその勇気に敬意を表して見せてやろう。我がアームストロング家に代々伝わりし芸術的錬金法は、これぞ我がアームストロング家に代々伝わりし怒り薬。
あんまり市街を破壊せんでください。何を言う、破壊の裏に創造あり、創造の裏に破壊あり。破壊と創造は表裏一体、壊して作る、これすなわち大宇宙の法則なり。なぜぬっていうか、なんて無茶な錬金術。なーに、同じ錬金術師なら無茶とは思わんさ。そうだろう、スカーよ。錬金術師、やつも錬金術師だというのか。やっぱりそうか。錬金術の錬成過程は大きく分けて理解、分解、再構築の3つ。なるほど。つまり奴は2番目の分解の過程で錬成を止めているということか。自分も錬金術師って、じゃあ奴の言う神の道に自ら背いてるじゃないですか。ああ。しかも狙うのは決まって国家資格を持つ者というのは一体。もう一発！おりゃ！Thank you.
れ！逃がさねえ！注意！褐色の肌に赤目の。イシュバールの民か。やはりこの人数を相手では分が悪い。おっと、この方位から逃れられると思っているのかね。ダイヤロー、地下水道に。追うなよ。追いませんよ、あんな危ないやつ。すまんな、包囲するだけの時間を稼いでもらったというのに。いいえ、時間稼ぎどころかこっちがやられぬようにするのが精一杯で。おう、終わったか。ヒューズ中佐、今までそこに。お前な、援護とかしろよ。うるせえ、俺は一般人だぞ。お前らデタラメ人間のバンコクびっくりショーに巻き込むんじゃねえ。直ちに市内緊急配備、人相書き回せよ。あ、大丈夫か、おい！この、バカに！なんで僕が逃げろって言った時に逃げなかったんだよ！だから、アルを置いて逃げるわけに。それがバカだって言うな！なんでだよ！俺だけ逃げたらお前殺されたかもしれないじゃんか！殺されなかったかもしれないだろ！生き延びる可能性があるのに、あえて死の方を選ぶなんてバカのすることだ！兄貴に向かってあんまりバカバカ言うな！何度でも言ってやるさ！生きて、生きて、生き延びて！もっと錬金術を研究すれば、僕たちが元の体に戻る方法も、ニーナみたいな不幸な子を救う方法も見つかるかもしれないのに。それなのに、その可能性を投げ捨てて死ぬ方を選ぶなんて、そんな真似は絶対に許さない。ボロボロだな俺たち。かっこ悪いったらありゃしねえ。でも生きてる。うん、生きてる。あの空の鎧が鋼の錬金術師の弟ですと。魂の錬成など聞いたことがありませんぞ。おそらく彼は命を捨てる覚悟で錬成に挑んだのだろう。だからあの兄弟の絆は強い。どうやら彼らの方は一段落といったところか。こっちはまだ一段落とはいかねえだろう。厄介な奴に狙われたもんだな。イシュバールの民か。はい。ああ、覚悟はできたのかね。絶対に二人で元に戻るって決めたんだ。
なるほど。